快適性を追求した証、たどり着いた答え、コールマンマスターシリーズ。セット内容の確認です。お出かけになる前に一度パーツ等の不足がないか必ず確認してください。テント設営の際は水はけがよく、できるだけ平らな場所を選んでください。また風の影響を受けにくい場所を選んでください。フライシートを広げます。スタンディングテープのバックルをすべて留めておいてください。センタールーフポールを伸ばします。センタールーフポールを端がゴールドのスリーブに通します。端がレッドのメインポール2本を伸ばします。メインポール中央部のジョイントパーツにセンタールーフポールの端を差し込みます。フライシートについているリングをセンターポールの端にかけます。メインポール2本を立ち上げ、フライシートコーナーのコードがレッドのクリップに差し込みます。フライシートについているフックをメインポールにかけ固定します。端がゴールドのセンターサイドポール2本を伸ばします。センターサイドポールをセンタールーフポールに差し込みます。ポールの端をフライシートのコードがイエローのクリップに差し込みます。フライシートについているフックをポールにかけ固定します。サポートポール2本を伸ばします。サポートポールを端がブルーのスリーブに通します。サポートポールはメインポールの上側になります。ポールの端をフライシートのクリップに差し込みます。フライシートについているフックをサポートポールにかけ固定します。メインポールとサポートポールの交差部をベルクロテープで固定します。ミドルポール2本を伸ばします。ミドルポールをスリーブに通します。ミドルポールはメインポールの下側になります。ポールの端をセンターサイドポール中央部のモールドにあるクリップに差し込みます。フライシートについているフックをミドルポールにかけて固定します。前後のキャノピー、サイドのドアファスナーをすべて閉めます。設置位置を決め、10箇所のループを風上より A、B、C、D、E、F、G、H、I、J の順に
対角線にペグを打ち込み固定します。前後のループを張り出し、ペグで4箇所固定します。ペグは60度から90度の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。インナーテントを吊り下げます。フライシート内側にあるリングにインナーテントのトグルをかけます。後ろ側の2箇所はフライシートについているバックルに留めて固定します。サイド2箇所はフライシートのリングにフックをかけて固定します。フロントのコーナーはループをペグで固定します。ストームガードシステムによりテントの安全性を高め、フライシートとインナーテントの接触を防ぎます。両側面にあるセンターループおよびストームガードに付属のロープを結び、12箇所本体から約1メートル離れた位置にペグで固定します。大きなサイズのテントは構造上風の抵抗を受けやすくなっています。ストームガードを必ずご活用ください。スタンディングテープを外す場合はポールをしっかり固定するために内側のループにペグで固定してください。取り外したスタンディングテープはポケットに収納できます。キャノピーとして活用する場合は付属のキャノピー用ポールを使用してください。フロントキャノピーの中央部のバックルを締めることにより中央部のたるみを取りキャノピーを高く使用できます。ルーフフライをかぶせ前後のサポートポール中央部のベルクロテープで固定します。ルーフフライの前後のコードについているフックをリングにかけて固定します。自在金具を締め込みしっかりと固定します。両サイドに出入りしやすい大型サイドドアを装備。雨の日などに外の様子を見ることができる大型クリアウィンドウを採用。テント内の空気をスムーズに循環させるベンチレーションをドア、トップに装備。インナーテントを外せば大型スクリーンハウスとして使用可能です。インナーテント内には小物入れとして使えるポケットを装備。ファスナーで開閉できる電源コード引き込み口。耐久性の高い超撥水加工を施したテフロンコーティング。自然から受けるダメージに非常に強い生地 UV プロ。
ライシートの前後の屋根の四隅を持ち、中央折り込みながら半分にします。両端を内側に折り込んで4分の1サイズに畳みます。インナーテントは空気を逃がすために、フロントドア、バックドアの株をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広げ畳んでいきます。畳んだインナーテントを30センチほどずらすようにして縦に畳みます。ポールをすべて折りたたみ、ポールケースに収納します。フライシートとインナーテントを重ね、ポールケースを芯に巻いていきます。最後にキャリーバッグをかぶせて収納します。